わしかです。はい。最近ね、Vlog の動画が多いと思うんですけど、今日は、カバンの中身紹介ですね。What's in my bag を初めてやろうかなって思います。はい。今までね、YouTube で、多分私こういうカバン紹介とかね、やったことないんで、初めてね、お見せするんですけど、早速カバンがね、フォルニュアっていうブランドのカバンなんですけど、大きめのショルダーバッグですね。はい。なんか、前まではね、こっちの小さめの、これよりも一回り小さい、このショルダーバッグを使ってたんですけど、これに入れると、もうパツパツすぎてね、他の荷物がちょっと入らなくて、まあ可愛いんですけどね、小さめのカバンを私は好むので、それよりもちょっと大きめの小さめのカバン、にしました。早速で、中身ですね。これに入るぐらいの荷物だから、いつもそんな荷物はね、多くないんですけど、まず、一番大事な、じゃん、財布ですね。これは、カードケースになってて、カードが、1、2、3、4、5、6枚入るカードケースです。韓国のカードと、まあ、日本のカードと、私は2枚ずつ入ってます。私あんまりブランド物持たないんですけど、財布ぐらいはね、毎日身につけるものだから、ちゃんとしたもの欲しいなって思って、今年の誕生日に自分に買いました。で結構ね、物をなくすことが多くて、財布も前、家からコンビニ行く間になんか落としたことあったりとか、日本で。なので、落とさないように、ここにキーリングがついてるんですよ。こういう感じで、かけて、持ち歩いてるんですけど、お会計するときとか、こうやってやってたら、置き忘れとか、しないんで、本当に、便利です。で、他にカード以外には、特に何も、現金はね、韓国でそんな、使う機会がないんで、ここの隙間に、絆創膏1枚、入ってます。で、2番目に大事な、これあれ、無線アイロンなんですけど、めちゃめちゃ優秀なんですよ。韓国のアートボックスっていうところに売ってて、ここで購入しました。ここでね、充電できるようになってて、充電して、でこうやって開くんですけど、ここでカチッってやったら開くんで、こうね、ボタン長押しすると、こうやって余熱ができて、前髪をね、こうやってできます。朝セッティングしても取れちゃうじゃないですか。だから持ち歩いてこれ使ってます。結構ね、友達とかにも、シカ今日コテ持ってるみたいな感じで、みんな結構借りていく感じのコテです。持ち歩きできるコテって結構いいですよね。しかもそんな大きくない。財布2個分ぐらいかな。財布2個分ぐらい。本当はね、もともと違うコテ持ってたんですよ。2年間ぐらい。今回韓国に入国するときに普通にスーツケースに入れてたら、なんか没収されちゃってダメだよって言われて、バッテリーがね、取り外しできればいいらしいんですけど、私が持ってたやつが取り外しできないタイプのものだったので、もし買うのであればね、皆さんはね、バッテリー取り外しできるのを買った方がいいかなって思います。はい、次、ミントいつでも持ってます。エクリプスですね。ミント、これいろいろ味があって、私持ってるのは今日はミントなんですけど、なんかピーチの味とか、あんま辛くないのとかもあるんで、口直しするときとか、ご飯食べて出てきたときとか、結構おすすめです。はい、次、エアポッツ。このエアポッツもね、もう3、いつから使ってるかな、もう壊れるまで私物を使うタイプなんで、なんかプロに変えたいけど、まあいいかな、聞こえるしって思って、そのまま使ってるエアポッツです。で、ケースはクロウキニョンっていうお皿、食器のブランドのところで買ったケースですね。と、このクレヨンしんちゃんはお友達にもらってそのままつけてます。もう韓国一気に寒くなって、なんかね、体がついていかなくて、もうずーっと鼻声なんですよ、最近。すみません、なんか久々にこうやって動画撮るのにずっと鼻声で治らない。で、次、最後ですね、ポーチ。ポーチはね、私、イソップのやつ使ってたりします。イソップのこれに入れて持ち歩いてます。はい。この中身が、そんな大したことないんですけど、とりあえず、櫛。私、前髪、切ったんで、こうやって、なんかちゃんと整えないと、変で、櫛を持ち歩くようにしてます。次、クッション。クッションファンデです。
クッションファンデですね。すごい、これ塗っただけでツヤツヤになるんですよ。そんなに重く塗ってないんですけど、こう塗っても結構ツヤツヤになるんで、はい。っていう感じで、結構ツヤツヤで保湿もされる感じのクッションファンデです。次。ティント。リップシリーズですね。2個。こっちのフレンコズっていう方のティントはタトゥーティントって言われてて、塗ったら結構ご飯食べてもあんまり落ちないので、これをね、ベースで塗って、上から違う色塗ったりとかしてます。うん。これはローム&の15番ですね。ずっと使ってる。私も気に入ったらずっと同じのしか買わないんで、はい。この2つ気に入って使ってます。これは、ルラボのリップバームですね。リップバーム。色ついてない感じの普通の保湿用のリップです。シアバター入ってて、なんか乾燥するじゃないですか。上からこうやって重ね塗って。で、次。保湿系。ハンドクリームもほぼなんかめちゃめちゃ使ってて入ってないんですけど、なんか韓国ですごい今人気なノンフィクションっていうところのブランドのハンドクリームなんですけど、何の匂いだろう。結構ウッディ系なサンタルクリーム、ハンドクリームで、これも結構ね、もうなくなっちゃうからそろそろ新しいの買わないといけないです。次、目薬。これは日本の病院で処方してもらった目薬なんですけど、結構結膜炎とかなんか目乾燥しやすくて、それでヒアルロン酸の目薬を、ね、処方してもらってずっと持ち歩いてます。最後、香水の詰め替え。このケースはね、ダイソーかな？ダイソーで買ったんですけど、詰め替えて持ち歩いてます。で、香水は、これももうずっと使ってるんですけど、一番好きな香りで、バイレードのラチューリップっていう香りの香水なんですけど、本当にこれめちゃめちゃいい匂いなんでね、ちょっと皆さんに嗅いでほしいです。今年中に使い切んなきゃいけないんだけどな。流行期限が2022年の12月31日で、使わないといけないんでね、頑張って使ってます。なんかこれ持ち歩いたらすごい重いじゃないですか。これが一番多分小さいサイズだから、私はこうやってね詰め替えて持ち運んでます。はい、こんな感じかな。本当に少ないですよね。こんな感じですね、毎年のカバンは。ということで、すごいあっさりこんな感じで紹介したんですけど、マッツインマイバッグ終わりたいと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。